CH-47 機内でパキスタンの少女に水を与えるアメリカ陸軍軍装人道援助、あるいは人道支援は人道上の目的で行われる手段、または援助であり、一般には人道問題に対して行われる。人道援助の主な対象は生命を維持し、苦しみを和らげ、個人の尊厳を守ることにある。したがって開発援助とは、 区別されるかもしれないし、そのことは危機や緊急事態に導かれかねない社会、経済的要因を和らげることが求められている。人道援助は、国際連合総会決議46、182や、災害軽減における国際、赤十字及び国際赤新月社並びに、NGO に関する運営規約によると、政府当局者や非政府組織、 その他の非政府人道当局者により行われている。資金は個人、企業、政府などの組織から寄付で賄われている。人道援助の資金と配分は、ますます多くの人に影響を及ぼす、大緊急事態に迅速で、効果的な援助を容易にする国際的な段階で、組織されている。国際連合人道問題調整事務所は、国際連合総会決議46。 182に従って危機や緊急事態に対する国際人道援助の調整を行っている。ジュネーブに本部を置く米合計 NPO ハップインターナショナルは協力者や被災者などの協力の下で人道援助における説明責任や品質管理に関する基準ハップ2 0 0 7を作った。この認証計画は認定された団体がハップの基準に従って 人道活動の質を管理していることを保障することを目的にしている。実際には、ハップの認定は、組織の使命宣言、資金、管理体制に接することができる外部監査人がいて、運営と全体の責任に関する透明性を確保できることを意味している。ハップインターナショナルの説明としては、人道援助の説明責任と、 品質管理に関する HAPP2007 基準は人道組織に向けた品質を保障する手段である。6つの基準に対する組織のプロセスや政策、成果を比較することで組織がその人道活動における品質と説明責任を保障する度合いを測ることができる。基準に則っ,った団体は次の通りである。スフェアプロジェクト敏乱災害援助に関する。 人道検証と最低限の基準は主導的な非政府人道団体が共同で制作したもので人道上の活動に関する次の原則を掲げている。品質範囲に基づく品質計画は地球に対する多面的な計画であり、品質の追求よりも最低限のものに基づく標準化の副作用と近づける副作用を根拠に取り入れている。この計画は グループですが先導している。人道援助活動に参加するあらゆる組織は可能な限り援助活動家を安全にできるように独自の決まり、規定、予防計画がある。それにもかかわらずこうした活動に付き物の危険と脅威が常に存在し、それぞれに活動分野が独自のもののために活動を最小のものにしづらくなっている。比較的平穏で落ち着きのある地域でさえ暴力は 突然起こりうる。このことから人道援助活動主体として軍隊が選ばれることも増えている。軍隊の戦闘協議においては戦争以外の軍事作戦の一環として定義されており、軍隊が備える自己完結能力と自衛能力が活用される。ただし特に他国の軍隊については、その存在そのものが地元の住民や武装勢力を刺激する恐れがあるため、 暴力に遭遇する頻度が増加し、軍隊自身、及びその金傍で活動する民間団体が危険にさらされる恐れも指摘されている。組織組織の種類、ありがとうございます。